はい、ついにこのゲーム手出してみたいと思います。青鬼3。ワンツー別にやってないんですけど、他の方のね動画とか結構見てるので、もう正直覚えちゃってるので、3から始めていきたいと思います。3はもう一切見てないので、完全初見プレイとして遊んでいきたいと思います。はい、というわけで広志編、まあ、他の編もあるけど、これだってさ、そういえば一つ一つクリアすればできるのかな。まあ、3倍速とかだと絶対無理だと思うんで、とりあえず普通に。まあね、ゲームコントローラーが繋げられるんだったらいいんだけど、これあれかな、やっぱり仮想コントローラーだけかな。このシナリオを始めますか。途中で変更することはできません。もちろん始めます。さあ、相変わらずの主人公ヒロシ君、昔炭鉱として栄えた島が突然閉鎖し、立ち入り禁止になった。地図からも消され、今では島の存在さえ知られていない。閉鎖された理由は隠され続けたが、ある一説ではこう言われていた。その島は青い化け物の住処になっている。また青鬼のね。ああ、もう帰りの船、旅行もついに終わりか。にしても、ほのぼの離島ツアーとか渋すぎるよな。ほんとで。普通学生の修学旅行ならもっと遊園地とかわからない。修学旅行なんだ。修学旅行でそれは確かにシュールだね。拓郎楽しそうにしてたじゃないですか。楽しかったんかい。歩かなかったけどとか。ん？タケシ大丈夫か？タケシ随分顔色が悪いわよ。まあ船酔いね。タケシくんはいつもなんかこう、何かしらの情けない姿を見せていきますね。かわいそうなキャラだな。相当酔ってるな。心配ですね。結構揺れてるしな。まあ、船はどうしても揺れるよね。仕方ないかな。俺らもそばに行ってやるか。まあ、仲いいよね。この4人もね。こんな風になると。ほうほう。でね、青鬼って映画の時にね、拓郎とかね、あんまり仲良くないんだよね、正直。修学旅行ってあっという間なんだな。もう卒業まで行事もない。ちょっと悲しい。まあ、これから、受験勉強ですかね。とか、何気にちゃんとキャラクターめっちゃ配置されてるね。この辺の人たちは喋れなそうかな。うん、喋れないね。じゃあ単純にどこ行ったかだよね、みんなが。一応あったあった。旅行楽しかった、まだ帰りたくない。この他の乗客もいるのにずっと静かにしないのよね。まあでもそんないるってことじゃないの。すっかすかだよね、案外。さあ、とりあえず上上がってみようか。こういうメガネのキャラクターって委員長っぽいよね。あ、いたいた、3人とも。気持ち悪い。タケシ横になった方がいいんじゃないか。タケシ水飲む？みんな気使ってるね。ヒロシ何もしねえんか。ヒロシ。この上の甲板すごく気持ちよかったわ。あら、女の子は泣いてる。ないよーって。で、お母さんが様子を見てるけど、話聞いてみましょう。偉いねー。タケシをまず助けてやれよ。ハンカチどこでなくしたの？あ、ハンカチを探してこないといけないのね。そうすると。店内にあるかもしれませんね。だからさ、ハンカチ探さないでさ。いや、これもいいことだよ。これもすごくいいことだよ。まずさ、仲間を気遣い。あ、そして落ちてる。誰かのハンカチを手に入れた。甲板にいた少女が探していたものですね。あの子に渡してあげましょう。え？ああ、私のハンカチだ。ヒロシは女の子にハンカチを渡した。よかったわね。さあ、お兄さんにお礼は？というわけで、感謝をいただいて、あ、おままごとでね、ハンカチは絨毯になるから探してた。魔法かと思った。私のお家にお兄さんもおいでおままごとしようって。本当に見つけてください。ありがとうございます。え、それだけ？薬もらえとかないの？せめて。あ、いなくなった。三人ともいなくなった。あ、いた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 。ヒロシ、どこ行ってたの？タキシの船まだ治らないみたい。俺は、だいぶ、回復してきたぜ。無理するんじゃないぞ。
お、なんか急に音が。揺れがひどくなってきたわね。っていうことは、こっから事件が？てかもう、嵐じゃね？この音聞いてる限り。船内の皆さん、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや椅子などに捕まっていてください。よだれーい。さあ、船内の身、あ、高波だー、ふわ、ふわ、落ちた。え？うわー。突如現れた嵐に飲み込まれ、船は転覆しました。気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めるとそこは、さあ、物語の舞台へ来ました。ブーンって。ここは一体、洞窟？運よく漂着したようですね。皆さんは。まあ、よく生きてるよね、実際ね。さあ、上行って、これは人工的に作られた道のようだ。無人島ではなさそうですね。近くに誰かいればいいのですが。さあ、右と上と行けるけど、上空いてるからね、右とやつ見てみよう。まあ、やっぱり鍵かかってるよね、そりゃ。これ井戸かな？あ、入れる。え、ってことは、ここにもしかして隠れなきゃいけない？いやー、いたー、鬼。セーブ。今、普通にセーブのこと忘れてたからね。あれ？なんだ？引き出しは固く開かないようだ。ネジで固定されているようだ。さあ、青鬼が行った方に行かなきゃいけないよね、きっと。やだなぁ。とりあえず下行ってみる？下なんもない。ここさ、右行きたくないんだけど。あれ？なんもない？あれ、青鬼もいなくなったし。なんもないな。仕方ない、左行こう。おお、なんだ、コウモリか。なんかの、ヒントかと思って、いきなり。おっと、あれは。まあ、こういうのはね、後でもいいからね。とりあえず、そろそろ、さあ、ちょっとビビりながらね、行こう、実際。壁に不自然な穴が開いてますね。画面を長押してしま、見ましょう。途中で話すと穴を探るのやめるので注意してください。これは？奥に詰まっていたものを取り出した。プラスドライバー。ほう。いやー、嫌な予感しかしねえ、これ。さあ、セーブしたとこで、行ってみよう。引き出しは固く開かないようだ。ああ、これアイテム、選ばなきゃいけないか。固定されていたネジをドライバーで外した。引き出しの中のものを取り出した。洞窟の鍵。さあ、来るよね、絶対。ほらほらほら、来た隠れ。危ねえ。ちょっと待って、ロッカー、じゃない。今までのさ、舞台と違ってさ、音しない。お、した。いや、俺いつも気になるんだけど、こういうさ、音がしてる間とかにさ、出てったらどうなんだろう。びっくりした。今勝手に開いたからびっくりした。来たかと思った。ちょっとそういうのやめて。それはさすがにちょっとさすがに今のは心臓に悪いぞ。さあ次の場所行ってみよう。鍵は開けられたが重くて開けられない。ああ、長い間閉じたままだったようですね。画面を長押してみましょう。途中で話すと扉を開くのはやめるので注意してください。これさ、絶対さ、後々さ、長押ししなきゃいけないけど、青鬼が迫ってくるようなさ、そういうのあるでしょう。重い扉を開けて奥へ進めるようになった。今、扉あった？扉の要素なかったんじゃね？三角プラス1200。俺、こういうのダメなんだって。なんだこれ。ん？なんかどっかにヒントあった？あ、怪しい場所をタップです。調査できます。覗き窓をタップしましょう。5100。で、さっきのやつと足せばいいのかな？そしたら。
ていうことは5100プラス1200で6300。横で鍵の開く音がした。いや、これ、どこまで細かくセーブしてきゃいいんだろう。まあ、今までね、見てきたやつだと、かなり細かく本当に、ちょこちょこと、セーブをしといた方がいいんですよね。いやー、女の子が泣いてるよ。いや、女の子はわかんないけど、子供が泣いてるよ。あ、合ってた。女の子の声ですね。嫌な予感しかしねえよ。あの人は船に乗っていた親子の、無事でしたか？あの女の子の方は。あの子が泣いてます。助けてください。うちの娘がその中にいるはずなんです。この扉に入ってずっと出てこないんです。やはりさっきの声はあの少女の。お願い。うちの娘が。って言ってこれ開くのかな？扉は固くと閉ざされていてびくともしない。ダメですね。お願い、あの子を見つけてあげてください。外の様子を見てきます。近くに間違えれば助けを呼べるかもしれません。というわけで、外に出れるみたい。なんか嫌な選択肢。洞窟の外に出て見渡すと、ここは小さな島だと分かりました。そして覚悟しました。助けはすぐには来ないこと。というわけで、青鬼3、オープニング、これで終了ですね。いやー、後ろにいつもの青鬼がいるよ。辺りを見渡しても廃墟しか見えない。洞窟に戻って少女の母親に知らせないと、助けはすぐには来ないかもしれない。ここは海に囲まれ、孤立した島のようです。島内にも建物が見えましたが、どれも廃墟のようです。廃墟。この島へ助けに来てもらうか、脱出できる船を探すしかありません。私たちはいいの。行って。私はあの子を置いていけない。それはできません。ここを開ける鍵がどこかにないか、島を探してきます。船にいた他のみんなもいるかもしれないので。ん？なんか拾ったもんがある。チーズ！今回地図あるのね。ここに乗っている大きな建物に行けば助けを呼ぶ手段もあるかもしれません。近くにある病院から行ってみます。メニュー画面から地図を使えば好きな場所へ一度も移動することができます。今回は廃病院へ移動しましょう。へえ、便利。今回地図画面を自動表示しますが、次回からメニュー画面から地図を選択してください。ああ、こんな感じになるんだ。じゃあ廃病院。いやー、いくつもパターンある。すげえ時間かかりそう、これクリアするまで。総合病院。もう病院なんてホラーの定番すぎるじゃないか。おや？音がしたね。まだイベント中かな？あ、動ける動ける。というわけで、じゃあ結構いい時間なんで、ここで一旦今日は終了したいと思います。いやー、楽しみだね。これどこまで行けるかな？楽しみだね。まあまた、最後までなんとかね、もうここのとこずっと完結してない作品ばっかりなので、なんとか今回は最後まで進めていきたいと思います。皆さんの応援の力に変えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、楽しいと感じていただけたら高評価やチャンネル登録などよろしくお願いいたします。次回の動画をお楽しみに。